ドーミスイはるかことねまほ私たちのチェゴです。はい、というわけで今日は私たち10分で踊ってみてやるわよ。できるに決まってるじゃん。短くない？圧の心に。なんでこんな格好してるかというと、私たちはトムボーイです。 Yeah トムボーイ。はい、というわけでですね、なんか変な感じになっちゃったんですけども、はい、アイドルさんのトムボーイを10分で覚えて踊ってみたーす。きついから、ほんとに。それな。いや、ほんま。だいたいうちらいつも15分ぐらい覚えて、まぁ、あとの15分で頭に叩き込んで、って感じでやってるんで、今まで30分でやってきたことを全部で10分でやんないといけないから、とてもきついです。はい。はい、今回もですね、皆さん、お金持ってきた？はい。え？え？毛札？嘘でしょ？あー、ちょっと1000円が切れてしまう。3万、お、3万分間違える気ですか？やだやだ、絶対ここで収めたい。テレリリン、テレリリンってなって、もう一発目のダンス。はい、こちら間違えたら、ワンミス、1000円でございます。チャリンチャリン。これね。ちなみになんですけど、前回のやつも含めて、1年間、温めて募金しておこうという話になりまして、いいですね、うん、1年後にいくら貯まったのかっていうのもちょっと検証していきたいなというふうに思っております。ということでレッツテッゴー。なんで今回10分にしたかというと、結構私ね、かっこよくて中を見ちゃってるんですよ。ちなみにことねだけな。ことねだけな。そんなわ、よーいファイティス。よしカモンカモン。あ、ちょっと他のちょっといけるわ。教えられる。中心に向かってこうやってやるか、端の人は。で、これ、ベロ。もう遅いの遅いのいいからさ、早めに早めにさ、振り合いやってもらって。はい、じゃあ分かった。うん。OK、覚えました。はい。全然覚えない。イェーたんぽーれ、あーあーあー、つつつ。あれ、最後のさ、最後がこうなってるわ。あー、惜しい。1000円。うん、はるか1000円の罰金です。言うて1000円、すごくない？と次、まほか。はい、これ合ってた？これうん
あ、これが間違ってるわ、逆、うん、あ、こっちやったわね。あれ、これこれも多分違います、ね、これも、てやってた。ツンツンツーが、ツンタ、てんでやってた。ということで、まほちゃん2000円の罰金。あー、よかったこれ、ことが怪しいんじゃない？これやばいね。うち前回0円だったんですよ。今回お金出ちゃう感じ？はい。足が痩せなかったですね。どこの足？うんうんうん。足足やんのね、オッケーオッケー。あ、やばい、やばい、バレた、バレた、やばいなって。2000円です。ここちょっとタイミングずれましたね。この持ってくるタイミングが早いのはどうする？あー、これダメです、ダメです。じゃあ3000円。うわー、最悪。はい、というわけで見終わりました。はるかさんが1000円、おさんは2000円。お、ギリ1000円札2枚しかなかった。私が3000円。あ、合計で6000円。また6000円だってことは、今貯まってる貯金が今は12000円貯まっております。わーお、ということで、でも楽しかったからうち、うんうん、満足だわ。なんかドキドキするね。なくなっちゃったけど。だって今回さ、音とかもさ、やってなかったじゃん。そう、だから初めて聞いたから、そうだよ、ちょっと焦った。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと、SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上、チェゴでした。バイバイ。バイバイ。みんなトムボーイ聞いてね、いっぱい。めっちゃかっこいいから、和訳も。あとマイバッグもおすすめです。OK。バイバイバイってやってるから。